はい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 。いや、あ、すいませんね、またね、あのお忙しいところお呼び立てしてしまってね。いいいい、いやちょっとね、またちょっとまあぼやかせていただこうかなと思ったんで。いい、いや、あ、そんなに、あ、ありがとうございます。いい、え、私2020年のタレントパワーランキングで、見事1位をいただきました。いやー、ありがとうございますね。これもひとえに派遣の皆さんのおかげです。うん、あのね、まあ、CM やらせていただいたりとか、あとまあぴったんこカンカンかな、うん、あそこね、あそこね、僕のね、東京の主戦場だからね。おー、いやー、これが本題なわけないだろ。うん、いやね、じゃあもう早速本題言うけども、うん、その前にね、ここのチャンネルで私ぼやかせていただいたでしょう。うん、もっと派遣の品格に大泉を出してとね。うん、で結果こう4話から私のこうアドバイスをこう取り入れる形でね、大泉をバンバン出していただいたわけですね。うん、で視聴率どうなったかってご存知ですか。うん、上がったらしいじゃないのよ、上がったの。うん、これね、私が出る前の2話3話がこれ 11.9% だったのよ。でそこで私が出た4話は 12.7% まで上がったんですよ。うん、私のねこの意見を取り入れた結果こう上がったということね。うん、なのにね、うん、誰からもありがとうございますって言われないんだよな。誰も言ってこないな、派遣は。いや別に私もその感謝されるために役者やってるわけじゃないですから、そんなことは別に言われなくてもいいと思ってたんですけどね。なんかいくらなんでもちょっとこれ感謝されなさすぎだぞと。どう見ても大泉のタレントパワーでね、この視聴率がこうぐんと回復したわけですから、もうちょっとなんか優遇されてもいいんだよな。いや私なんかよりそのあれですよ、篠原さんがそのチーム向けに作った T シャツの方がよっぽど感謝されてますよ。いや別に私だってね、 T シャツぐらい作ると思ったら作れるよ。そうだろ、私がアドバイスしちゃったら派遣が終わってたんですからね。そこ分かってないんだよな。いやもう今分かってくれたならね、今こうして分かってくれたならいいんだけども。まあそうだね、私もこう美味しい役を何個かやらせていただきましたから。誰が演じるヘアーだ、誰が腐れまりもだ、誰が変な顔だ。変な顔なんかなかっただろ、今君足したな。舐めてんだよな、ここのスタッフは。ほんと北海道の人見たらブチギレるぞ。いいんだろうな、そういうことして。おっと、一番取るかい、今ここで。君たちをひねり潰してやるよ。ハゲの品格のスタッフを順番にこう僕はね一番取ってってた。倒した相手から順番にポン酢かけて食ってやるよ。何？君今ヤクルト投げつけるって言ったかい？いつか怒られるぞ。その担当で引いてやるとか二度と言うな。本当に。一局員が大きな車の会社に立てついたらとんでもないことになるぞ。いやなんか君たち本当にな、わからないわ。本当に告発せざるを得ないね、君たちのこの応募は。もう私は本当にその周りの反対意見を制して私は言うよ、これ告発します。あ、そうだね、いよいよ8月5日夜10時から派遣の品格最終回でございます。独立を宣言した里中歌唱は果たしてどうなるのか、
それをまた大前春子は救いに来れるのか、そして私、タレントパワーで、大泉はこのリストラの危機を乗り切れるのかということで、皆さんこうご期待ください。おいおい、いやー